い、どうもでーす。ベーシストの森田哲夫です。どうもよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今日はですね、特に冒頭に話せずね、いきなりオープニングという風な感じで、まあ、ここに来てると思うんですけども、今日はどんな話をしようかなという風に思うかと言いますと、これまでね、たくさんの練習方法について、細部にね、わたってリズム練習だったり、コード譜の読み方、音楽理論的なものだったりとか、まあ、曲の進め方だったりとか、まあ、もちろん機材の話とか、たくさんの話をしてきましたけども、その実際やっていた練習を、こう、うまいことつなぎ合わせていくと、どのような感じで曲がかっこよく弾けるのかなっていう風な話について触れていきたいなと思います。で、ちょっとね、今日はそこそこレベルの高い話になるので、まあ、具体的に細かくね、手取り足取りというわけではなくて、こういうふうな感じで考えて、こうやってやっていきますとかっていう感じで、最終的にはね、僕が自由に弾いているような感じのものっていうのを見ていただきたいなと思うんですけども、まあね、実際ね、こういろいろ細かい練習やっていると、まあ、ほとんどの人がね、僕もそうなんですけども、基礎的な練習って、まあ、基礎練って一見ね、ちょっと嫌がられるようなね、なんか、うわ、めんどくさいなと思うようなことかもわかんないですけど、結構ね、僕いろいろ話してたりすると、僕自身もそうなんですけども、そういうベーシックな練習をね、ずっと弾いてるっていうのは、結構ね、楽器と戯れてるみたいな感覚があって、非常にね、大好きなんですね、僕はね。なんか曲を弾いてないと楽器面白くないというわけではなく、ベーシックな練習も非常に、まあ、なんていうのかな、楽しんでやっているというふうな感じの側面は僕もありますし、よく話でも聞くんですよね。なので、まあね、決してね、苦虫を噛みつぶしたような感じで、ね、うわー、しんどいなと思いながらやってるってことはないと思うんですけど、やっぱりね、最終的にどんな感じで曲としてね、繋がっていくのか、いろいろ習得できると、まあ、こんな感じで曲が弾けるのかなっていうののね、イメージができると、まあ非常にね、先行き明るいというかね、モチベーションも上がると思いますので、まあそんな感じのね、ことをね、やってみようかなと思います。で、もちろんね、一定数レベル高い話というふうに言いましたけども、まあ細かくね、リズムの練習をされてきた方、コードの読み方を練習してきた方っていうのであれば、僕がね、今日話すベーシックな部分っていうのは、ちょっと練習したらできる人もたくさんいるんじゃないかなと思いますので、具体的にね、そのあたりを弾いて練習してもらうとね、楽しくていいんじゃないかなとか思いますし、もっと言うなら、今回ね、やる内容だけじゃなくて、コード進行を変えたりとかすると、他の曲にも当てはまったりしますので、まあその辺とかもね、トライしてみていただけると嬉しいかなというふうに思っております。で、まあもしね、今日初めて見られている方あんまいないかもわかんないですけど、このチャンネルはね、このような感じで、細かく深い話をね、たくさんしております。で、まあ、主にベースの話もしてるんですけど、僕ジャズ屋でもありますので、ジャズの話だったり、使える音楽理論の話だったりとか、まあ、多岐にわたる話をいろいろしてますので、もしね、今日初めて見られた方で、チャンネル登録お済みでない方いらっしゃいましたら、何卒チャンネル登録もよろしくお願いいたします。で、少しでもためになったぞとか、面白かったぞとか、俺もこんな風になりたい、私もこんな風になりたいわ、と思っていただけた方いらっしゃいましたら、何卒、合わせてグッドボタンも、よろしくお願いいたします。モチベーションね、グッドボタンが上がる、たくさんあると、モチベーション上がりますのでね、よろしくお願いします。ではね、今日もね、サクサク本編に行ってみたいなと思います。で、まずはですね、今日やる内容、僕がね、ベーシックな、まずベーシックな説明をするんですけど、そのベーシックな中身だけで僕が、演奏してみますので、まずね、そちらをお聞きください。そして、いろいろ説明した後、もっと自由に弾くとどうなるかっていうのを最後の最後にやろうと思ってますので、そちらもね、合わせて最後まで見ていっていただけると嬉しいなと思います。では、どうぞ。ベース。どうもです。どうだったでしょうかね。まあ、僕のね、ちょっと拙い演奏で、申し訳ないんですけども、なかなかね、かっこいいラインやったんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、今回はね、これをね、今までの練習を、まあ、実際ね、今まで出てきたものばっかりです。その内容を合算すると、こういうふうな感じになるという感じなんですけども、まあ、具体的にどのようにやってるのかというふうな話を説明していきます。
まずですね、このベースラインですね、一番最初に弾いたもの、これ1小節のベースラインなんですけど、これになった、大元になった、今まで説明してきたものっていうのは何だったかというと、それの譜面を出したいなと思います。ほい。出てきました。下にね、リズム譜が書いてあって、まあ、1小節のものが、7番というものが出てると思うんですけど、これは何かと言いますと、リズムトレーニングの16部音符の資料の中に入っているものです。で、今日ね、これ出すものだったりとか、あとコード譜とかも出すんですけど、上にね、その細かいリズムのトレーニングだったりとか、その内容が見れれるような感じで、カード出しつつ、あと、その譜面とかっていうのは、下のね、説明欄から、ノートっていう外部リンクから、譜面だったりとか、教材が販売してます。買えるようになってますので、もしよかったらね、そちらも興味ある方は合わせて見ていただいたりとか、購入していただけると嬉しいなと思います。1個ね、数百円とかなので、決して高くないと思いますので、高くないっていうのはね、ちょっとあれなんですけども、中身の割にはリーズナブルになってると思いますので、もしよかったらね、購入よかったらしてみてください。で、ノートのものっていうのはね、購入する前段階でいろいろどういう風な感じで作ってるとか、どういう思いでどんな感じで練習しててくださいみたいなこともね、うんちく書いてあるので、結構ね、それも面白い内容に仕上がってるんじゃないかなと思いますので、もしよかったらね、ノートの方もね、よかったら見てみてください。で、共感していただけるとこあったら、ね、買っていただければいいかなと思いますので、よろしくお願いします。で、今日のね、中身だけは、もちろん、これだけで、できるような感じでやっていきます。でよろしくお願いします。で、まあその下に出てる7番、これが何かというと、まあこの今さっき言ったように16音符のリズムトレーニングのものになってます。で、リズムトレーニングは上のカードに出しておきます。で、これはね、結構16音符が入ってるので難しい部類のものになってます。シンコペーションも入ってますしね。なんですけど、その上のカードとかだったりすると8分音符とか、もう一個ね、大きな単位のものだったりとか、より簡単なとこから細かく説明してますので、興味がある方はぜひ見てみてください。で、16分以外の教材とかもね、売ってますのでよろしくお願いします。で、まあ、その中の1個なんですけども、今回はね、特にこのリズム細かい話とかっていうのは今回はちょっと割愛しようかと思ってます。で、それよりもね、今回、見ていただきたい、注意していただきたいポイントっていうのがあるので、それを説明していこうかなと思います。で、まあ、このね、具体的に出ているこのリズムを演奏してみると、まあ、今さっきのテンポだったりすると、こういうような感じなんですね。まあ、今さっき弾いてたものだと思いますけども、まあ、これどうなってんのかというと、まあ、このリズムのね、細かいことはね、ご自身で練習してもらったらいいかなと思うんですけど、リズムのやつ見てもらったらいいかなと思うんですけど、それよりも大事なことって何かというと、この音遣いなんですよね。で、これ見ていただくと一番最初のものっていうのはこう B フラットの音なんですよ。まあ、ここでもいいし、ここでもいいんですけど。で、この B フラットの音があって、まあ、次、まあ、もちろんね、これ調合2つついてるので、これ B フラットの何かというふうに考えていくんですけど、まあ、その、この B フラットのものがあって、次のこの1拍目の4個目の音からね、シンコペーションしてるこの音、F の音なんですよね。そして次も F の音で、そしてまた次の音が B フラットで、そして低い B フラット。そして最後の4拍目裏の音が G の音にこうなってるんですけど、これ何かというと、まあ、こう、便宜上今回 B フラットのコードの何かだと考えてるわけですよね。で、それを見ていくと、B フラットのものがあって、次この F っていうのはこう5度の音になるんですよね。で、この5度の音が何かというと、まあ、ダイアトニックの時に説明した知識が役に立つわけですよね。ダイアトニックのものも上に上げておきます。で、これは何かというと、ざっくりだけ説明すると、B フラットから見て、ドレミファソ。まあ、つまり5番目の音ですね。1、2、3、4、5。5度と呼ばれます。そしてまた B フラットに戻って、低い F。これも同じ F と F の音なので、これも5度の音になります。そして、この最後の G の音っていうのは、これが6度の音になります。というふうに、まあ、B フラットのコードの何かと考えて、考えていくと、その B フラットを元に何度の音、リズムだったり音のものっていうのがどのような感じで構成されているのかっていうのが見えてくると思います。で、この B フラットというのを元にしてですね、どのように使っていくかというと、別のものを出します。ほい。出てきました。こちらがね、コード譜というものになってます。常々ね、このチャンネルではコード譜で読んでた方が絶対いいよっていう話をしてます。で、今日ね、もしね、そんな、初めてばっかの人っていうのはあんま見てないかもわかんないですけど、タブ譜とか使ってる人いたら、ぜひね、卒業して、このような考え方でやっててもらうと、非常に合理的に簡単にできると思います。実際ね、今日僕が今さっき弾いたものをタブ譜で書こうと思うと、結構な、
なんか複雑なような感じで見えると思いますけど、今日の説明を聞いていただくと非常にシンプルな感じでわかると思いますのでね、よろしくお願いします。そしてこのコードのコード譜もこれたまたま7なんですけど、7というふうに出ているものがあって、これは何かというと、モリタ式基礎練というふうなものっていうのを今まで紹介してるんですけども、このモリタ式基礎練の時にこのコード譜で弾いてくれるような基礎練を応用してコード譜で弾いていこうという内容をやってるんですけど、それも上のカードに出しておきますね。そしてその時のコード譜です。これも細かく説明した教材のやつ、同じく下のところにノートから変えるものを貼っておきますので、もしよかったら見てみてください。で、その時に教材に入ってる一部のコード譜7というものになってます。で、これに音を当てはめていこうよという風なものになってます。で、まあ、例えばそうするとどうなのかというと、まあ、E フラット7というものがあるので、一番最初 E フラットの音を弾いていくわけですよね。そしたらこの下に出ているリズムというものと、まあ、スタートする音は違うんですけども、なんていうかこの音の波形をごそっとそのままこう移動させてるみたいなイメージですかね。こう音の波形があってそのままこの波形をごそっと平行移動させてるみたいなイメージを持ってもらったらいいと思うんですけど、まあ、具体的に言っていくと、今のこの B フラットやったとこがこれがまあルートの音なので E フラットの音を弾いて、そして次の F やったとこっていうかこれが5度なので E フラットから見た5度の音を弾く。つまり B フラットの音になりますね、今回は。そしてまた E フラットに戻って弾いていく。最後は6度の音になると。で、これ見ていただいたらわかるんですけど、この形ですね。左手ちょっとアップしてると思いますけど、例えば B フラットから出てる譜面をそのまま弾くと、この形をそのまま移動させるだけです。このような感じになってますね。そして A フラット。今さっき僕はここの A フラットを使いました。まあ、これね、5弦ベースなので、5弦じゃないとね、ちょっと今のフレーズは弾けないですけど、例えば F のとことかもね、ここで。5弦ベースか6弦ベースかっていうね、ロービー弦が張ってるやつじゃないと弾けないですけど、もちろんこれ4弦ベースしかないよっていう人は、今さっき言った A フラットはここからスタートすれば、弾けますし、F だったら例えばここでも弾けます。も弾けますし、ここの。これ指板上の音さえ覚えていれば、ルートの位置、起点となるものが分かると思うので、そこから形を作ってやってもらうというふうな感じになります。で、5弦ベースの人とかだと、うまいこと活用してあげて、こう、低い音がね、使えると、まあ、かっこいいんじゃないかなというふうに思ってます。ちょっとラテンっぽい感じのね、リズムになってますので、特にロービー弦をうまいこと使うとかっこいいんじゃないかなと思ってます。まあ、その一番最初デモ演奏した概要というのは、全くそれだけです。その最初の形、B フラットの形ありますよね。これをそのまま E フラット、A フラット、コードの形に合わせて弾いただけっていうことですね。E フラット C 行って、F 行って、B フラット行って、E フラット行って、B フラット行って、みたいな感じになってます。こっからは少し応用した話をして今日は終わりにしようかなと思っております。はい、どうもです。ありがとうございます。ちょっと長くなってきたのでね、サクサクっと後の終わりの話をしようと思うんですけど、こっから先はもっと難しい話になるんですけど、これが結構ね、かっこいいベースラインだったりとかっていう風な考え方に、繋がっていくんじゃないかなと思います。で、今さっきのその形、もう一回出しましょうかね。ほい。同じものが出てきていると思います。今さっきのようにね、この形で平行移動で弾いていくというのは、基礎練のね、モリタ式基礎練の時にも話しましたし、まあそのような話っていうのはね、たくさんしていると思うんですけど、じゃあそれ以外のベースラインってどうしたらいいのかなということなんですけど、例えば、まあ変な話なんですけど、まあこの、なんていうかこう、今出ているこの音符のものっていうのは、ルートと5度と6度の音しか使ってないわけですよね。で、まあ、6度の音っていうのはちょっと考えをね、うまいこと使っていかないと厳しい、音が変化していく場合もあるので、まあ、安易に使えない時もあると思うんですけど、ルートと5度っていうのはね、やっぱ比較的使いやすいわけですよね、ベースラインの中で。で、もちろん、このリズムも今、まあ、この手のノリのリズムだったら、まあ、同じような感じで弾けていけるわけですよ。みたいな感じでちょっと変化させることっていうのはできるわけなので、まあ、そこら辺が自由に弾けるようになる、まあ、バリエーションができるようになるとなおいいんじゃないかなというふうに思ってます。最後の演奏ではね、そこら辺も含めてやってみようかなと思うんですけど、
あともう一つですね、音の使い方なんですけど、まあ今その形をずらしていくだけというふうな感じでやってたんですけど、まずそれは非常にシンプルなので、まずそれがしっかりできるようになっていただきたいんですけど、それができるようになったら、コードとコードをつなげるというふうなものに目をやってほしいんですよね。例えば、まあそのコードとコードをつなげるというふうなもので、僕のチャンネルを見ていただいている方だったりすると、真っ先にイメージが湧くものって何かというと、4ビートの作り方だったりとか、そういうふうな話をしているときにたくさんしてるんじゃないかなと思います。4ビートの話も多分最後5個出ると思うんで、出しときます。で、もちろんね、ジャズ大好きで4ビート練習しようっていうのが、やっぱり一番筋としてはいいんですけど、やっぱ4ビートってね、音をつないでいくというふうなものが趣旨になってくるので、主体になってくるので、やっぱりね、その、ポピュラーミュージックとかをやってる人、ジャズもポピュラーですね。なんかロックとかポップスやってる人も、ジャズを勉強すると、まあ非常にそういうのが、わかりやすいよっていうのは、慣れていくよっていうのはまさしくそういうことだと思うんですけど、音をうまいこと繋いでいくということが、大変面白いところになってきます。で、まあ、僕の考えとしては、ジャズの場合っていうのは基本的に一拍目を弾いたらもう次のコードに行くためのものを、そのコード内でうまいことやっていこうっていう風なのが多分一番大事なんじゃないかなと思ってるんですけど、こういう16ビートの場合だったりすると、もうちょっとその繋ぐ割合っていうのは少なくなります。まあ、具体的に言うと、一拍目二拍目はコード内のもの、ルートとかコードとかコード内のものをしっかり使っておいて、そして3、4拍目で繋げる音を使ったりとか、もっと言うなら4拍目だけを使ったりとか、もちろんね、その中でまた繋ぐ、各々の音を繋いだりするものっていうのもあったりしますけど、その辺とかっていうのは慣れというふうなものもあったりすると思います。ちょっとだけ例を挙げたいなと思うんですけど、例えばコード出ているような E フラット、A フラット7っていうふうな感じでこう流れているのは、これはよく、ジャズの時にも話しているような予度進行なので、これは例えば5度から、っていう風なものが例えば使われたりすると思います。これもね、ジャズの中で細かく話せるので、興味ある人は見てみてください。5度、5度フラットで4度いける。この流れが使えるので、例えば、ドーン、タ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 ーン。ターン、ターン。最後を6度の音じゃなくて、フラット5度の音を入れてあげると、次に行けたりする。とかっていうのが使えたりしますね。それ以外にもコード譜が出ているとこだったりすると E フラット7、C7 とかってあったりすると E フラットがここで C がここだと考えると、間の音を入れてあげるとだったりとかちょっとリズムも変化したりしますけど、この音をうまいことつなげていくというふうなものっていうのは結構そのベースラインをかっこよくしていくというふうなものの、まあもっと言うなら、音をうまいことつなげられるということは、次のコードの音をイメージできるものにつながりますので、それはどういうことなのかというと、例えば自分がベースラインがかっこいいかとかっていうだけではなくて、その具体的にボーカルさんだったりとか他の楽器の人に対して、次このコードに行きますよということを前の段階で示唆することができるわけなんですよね。で、それが、つまり、まあ、いろんな音を弾くっていうのは、ベースラインをかっこよくしていくわけではなくて、周りの人たちが次のところに準備しやすいような、間違いにくいような感じ、もしくは、ボーカルさんだったりすると、次の音がイメージできるということは、メロディーだったりのピッチ、音程感が取りやすくなったりもするので、そういった意味の、気の利いたベースライン、というふうなことにもつながってきますので、まあ、その辺とかもできると、なおいいんじゃないかなと思います。ちょっとね、この辺とかはね、まあ、ジャズの4ビートもそうなんですけども、まあ、コード進行っていうのはね、まあ、一定数たくさんあるので、まあ、その中でね、どのような感じでアプローチしていくかっていうのは、やっぱり、ある程度練習していくのと、慣れは必要になってくると思いますので、まあ、まずは形で覚えてね、よく出てくるところだけ、いろいろ使ってあげるといいんじゃないかなというふうに思います。そして、さらにそこから途中でも言いましたけど、リズムを崩してみたり、音の使い方を崩してみたりすると、なおいい感じになるんじゃないかなというふうに思っております。まあ、そんな感じでね、今日は具体的に、今までやってきた練習がどのような感じで繋がっていくのか、というふうな話について触れてきました。まあ、今後もね、またね、このようにね、細かい話たくさんしてきますので、もしよかったらね、今までのこともたくさんありますので、今日初めて見られた方とかいらっしゃいましたら、上のカードとかからね、いろいろ見ていただけると嬉しいなと思っております。で、今日は最後の最後に、今さっきの、まあ、この出ている、まあ、今さっき出てた、
コードだったりとかリズムとかっていうのを元にして、まあ、僕は自由に同じような感じでテンポも全く同じで同じような感じで弾いていくと、まあ、前半にね演奏したものにプラスで、もうちょっといろいろつけていくとどんな感じになるのかっていうのをデモ演奏しながら終わりにしたいなと思いますので、最後までね聞いて楽しんでいただけると嬉しいなと思います。まあそんな感じで、今日はこれにて終わりにしようかと思います。もしね今日初めて見られた方とかで、チャンネル登録まだお済みでない方いらっしゃいましたらチャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後にねここら辺にねあの丸い僕のねあのマークが出るのでねそれポチッと押してもらうとねあのチャンネル登録できるようになってますのでよろしくお願いします。そして、役に立ったとか面白そうやなとか今日初めて見たけどおこれベースうまくなれるんちゃうとか、こんな話あんま聞いたことないけど試してみようかなとか思っていただけた方いらっしゃいましたら合わせてグッドボタンもよろしくお願いいたします。まあ、そんな感じで、最後に、デモ演奏聞いていただいて終わりにしようかと思います。今日も本当にありがとうございました。また皆様にお会いできる日を楽しみにしております。ありがとうございます。失礼します。